おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、ハニーマスタードチキンにしました。これね、夫が好きなのでね、まずサラダのね、人参を細切りします。で、これなんだっけ、シリコンスチーマーでもいいし、耐熱容器でもいいしね、そこにポンって入れて、冷凍ほうれん草をね、一つかみ強です。で、レンチンします。そうしたらさ、水気が出てるから、キッチンペーパーでね、キュッキュッキュッって水気を取ります。でね、取り忘れてたの、もうあえちゃってた、うっかりうっかり一応ね、分量と材料これです。また概要欄にも書いとくね。で、ウインナーを今日は久しぶりにね、お花の形にしてみた。ただね、1本だから、いつもほらウインナーは2本って言ってるから、バレるかなどうだろうで、鶏もも肉は半分使うよ。これはね、もう半分のやつを一口大に切ります。で、塩コショウをね、両面ペッ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 と、裏側もね。小麦粉をまぶします。小麦粉も両面まぶすよ。で、なんだっけ、調味料をね、合わせておきます。またこれも書いとくね。で、しっかり混ぜます。だし巻き卵の準備です。昨日はね、私ね、派手に朝寝坊をして、夫が行く時にね、起こしました。もう行くよっつって6時に起こしちゃって、んで、晴れまーって、めちゃ朝寝坊したと思って、お弁当作れなかったの。そしたらね、夫が自分でね、ご飯とクリームシチューの残りがあったからさ、それをぬくめてね、スープジャーに入れて持っていった。ああ、こんなしてね、朝寝坊しちゃうの、と、ね、人間だもの、寝坊する日もあるわよ、って、開き直った。で、だし巻き卵から焼くよ。もうびっくりしたよ、ほんと。ねえ。アラームさ、タイマーじゃない、目覚ましか。目覚まし自分で止めたんだろうね、びっくりしちゃった。だからもう朝寝坊から始まってさ、うっかり二度寝までしちゃって、昨日は一日ね、ぐーたらぐーたらしてた。もう二度寝をすればさ、体がだるいから専用にしてるんだけど、なんていうの、暖房が当たるところでぬくぬくしてたらぼーっとしてきて、普段からぼーっとしてるのにさ、もうぬくぬくなってね、いつの間にか二度寝もしちゃってた。困っちゃう、本当にね、冬眠前のクマみたいです。困っちゃう、本当に。で、そしてね、昨日はね、私が楽しみにしてたね、昨日届く、ポチったものが届くはずだったのに、なんかのさ、繁忙期じゃん、今あれ、運送屋さんは。繁忙期だからね、きっと大変なんだと思う。私ののがね、荷物がね、他の営業所に届いたみたいでね、届かなかったの、めちゃくちゃショック。だから今日は届けばいいなぁとは思ってるんだけど、
いや思ってるんだけど、それが届いてくれないと困るんだけどねえ、楽しみにしてるものがさ、どっかよそに行っちゃってて、もうショックでした。今日届くことをね、ま、願ってる、願うしかない。でウインナーを焼いて、でね、フライパンの温度がめちゃくちゃ上がって、煙がワンワン出てるけど気にしない。油を熱して鶏さんをね、皮の方から焼きます。いろいろしてたらね、フライパンの温度が超上がって煙がワンワン出てた。びっくり。もう何かしらさ、1日に1、2回、3回、それ以上何かしらね、このドジっていうのかしら、なんていうので、ね、1分半ぐらいずつ焼きました。で、裏返したら蓋をして蒸し焼きです。でね、もう1回皮の方を下にして、もうこれ多分癖だと思う、皮をまた裏返す、下にするのは。合わせ調味料をザバーッと入れます。そしたらさ、タレをさ、しっかり絡めるよ。このハニーマスタードチキンのタレが美味しいよね。私ね、タレだけでもご飯が食べれちゃう。だからね、残ってるタレでご飯食べようと思い方で、ハニーマスタードチキンの出来上がりです。詰めます。大葉で仕切って、ご飯は傾斜をつけてます。そしてカップを敷いて、横にするか迷って縦にしたね、今日は。で、メインのおかず、ハニーマスタードチキンから詰めます。でね、タレをまたペーッとかけて、タレがうまいもんね。だし巻き卵は断面が見えるように詰めます。これね、斜めに切ってるから互い違いになるように詰めたらね、ちょっとでも見た目がいいような気がします。で、カップにサラダを入れて詰めます。そしてね、ウインナーを詰めるよ。でね、この葉っぱのピックめちゃかわいいよね。リアルだよね。これね、楽天で買ったからルームに載せとくね。そしてこれは、梅ごま塩だ。梅干しをちょんと乗っけて、今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。材料分量また出ます。そしてね、概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。